特に国内の再生とですね、海外での新しい成長の獲得というふうに今我々取り組んでいるから、気になるところはあるんですが、海外に出るにあたってはやはり、これ以上後ろにずらすということはやっぱり得策ではないと思います。というのは今例えば M&A の交渉をするにいたしましても、同じ規模、例えば同じ品番数、同じぐらいのマーケットシェア、同じぐらいの流通ネットワークを持っている会社であっても、例えば日本の場合だとノート1冊100円、それがインドの場合ですと20円だったりしますと、そうすると同じ規模で事業をやっているんだけれども、バランスシートが5分の1ぐらいだったりします。すなわち我々貯めてきたバランスシートも含めて、バランスシートに余裕がある場合は同じ規模のサイズの会社を、同じようなオペレーションを日本でしているような会社を5分の1で買える、単純に言いますとね、そうするとですね、この後じゃあ情勢がどうなっていくかというと、もちろん各国とも、レーバーのコストも上がってきますし、原料もやはり上がってきたりする中で、基本的には単価も上がる、価格も上がっていくと、そうすると自然として PL が大きくなる、自然としてバランスシートが大きくなっていく。じゃあ5年後10年後によし今だと、準備は整ったということで出ようとしたところで、正しいターゲットが欲しい価格で、なかなか見つけられないっていうことに、特に M&A の場合ですとね、そういうことになっていくと思います。ですので、そういう意味で言うと、今まだ大きなそういうファイナンス上の資本上の差があるっていう話と、あと強みという意味におきましても、日本で培った強みを海外展開をするという、その強みのギャップというのもしっかりありますので、強みをしっかり生かしながら、そしてある程度我々のリーズナブルなマネージ可能なコストでそのバリューチェーンをしっかりと獲得して、そこに現地の人たちと一緒になって日本のビジネスモデルである、商品の品質基準であるだとか、開発の基準であるだとか、そういうものをしっかり入れていけば、将来逆に言うと10年後がものすごく大きな成長と、面白い事業展開を迎えられるんじゃないかなと。逆に言うとやはり待ってしまうと、どんどん欧米の競合を含めてローカルの強いプレイヤーを買収にかかってきますので、そうすると入ろうと思った時には誰も手をつけなかった企業がしか残っていないであるだとか、もしくは戦う相手がもはやグローバル企業になっているだとかということで分が悪いだとかですね、いろんなことがあると思います。そういう意味で言うと、私の場合インドも中国もベトナムも、そして他東南アジア含め全市場をつぶさに、現地含めてよく見てますけれども、やはりタイミングとしては、これ以上遅れると、遅すぎることになるんじゃないかなというふうに思ってます。ですので国内盤石にしてからというふうに思うんですが、思いがちなんですけど、国内の盤石化と海外市場の獲得というのはこれ同時並行にやっぱ進めていかないといけないのが、これからの戦略であったり、管理系機能の役割かなというふうに思ってます。